こんにちは、英会話リアライズのカズサです。今日は英会話を上手にするためのとっておきのテクを紹介したいと思います。そのテクはズワリ、質問を自分からすることです。質問を自分からすると、会話のキャッチボールにもなるし、会話の主導権を自分で握ることができます。だから、会話して、英会話の先生とか外国人の人に質問されて答えるばっかりじゃなくって、自分からも相手に質問することが重要です。ということで今日は、動作を聞く、疑問文の基本的な作り方を紹介したいと思います。カズサ流疑問文の作り方はレベル1からレベル3まであります。で、今日はそのレベル1です。で、動作について尋ねる疑問文なので do とか did とか一般動詞を使って文章を作っていきます。公式が3つあります。めっちゃ簡単です。いつもすることについて聞くことは do you 何々ですね。で、過去にしたことについて聞くときは did you 何々ですね。で、これからすることについて聞くことはWill you? 何々になります。めっちゃ簡単です。で、Do you? Did you? Will you? この後ろに動詞の原型をつけて、あとはたくさん肉付けをしていけば OK です。これだけなので、ぜひ実際に使ってみてくださいね。で、例文を、作ってみたいと思います。Do you study Japanese every day? 毎日日本語を勉強しますか?ですね。で、過去形が Did you study Japanese yesterday? 昨日日本語の勉強しましたか?ですね。で、未来形が Will you study Japanese tomorrow? 噛んじゃいました。Will you study Japanese tomorrow? ですね。これが、明日日本語の勉強はするんですか?という質問になります。で、お気づきだと思うんですが Do youDid you? Will you? の後ろは全部一緒です。基本的に形は全部一緒なので簡単に応用できると思います。では、このレベル1の疑問文を使ってジェームズにインタビューしてみたいと思います。ジェームズ、come on! Come, come! Run! I'm running! Run. I'm running. Say hello! Hello!This is James. Hi. Okay, I'm going to interview, okay? Okay. Please answer the questions. Okay. Do you study Japanese every day? No, I don't. Did you exercise yesterday? No, I didn't. Will you exercise tonight? Yes, I will.ほんまかいな Really? こんな感じで、たくさん、質問することで会話を膨らましたり、英会話のレッスンで何話したらいいかわからへん沈黙っていう時も自分から聞きたいことが聞けるようになると思います。はい、以上です。はい、今日はこれで終わりです。バイバイ。グッバイ。